本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はいどうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回なんですけども、大大大好きなゲームマインクラフトを紹介していきたいと思います。始めたきっかけ、大好きな YouTuber さんのマイクラの実況動画を見てしまったためです。情報、マルクス・ペルソンと彼が設立した会社モージャン AB の社員が開発したサバイバル生活を楽しんだり、自由にブロックを配置し建築を楽しむことができるサンドボックスゲーム。ちなみに2019年5月時点まで第1位のテトリスを抜きまして、ついに世界で最も売れたゲームになりました。マイクラをやる前の印象、今時こんなドットのゲームって面白いの？1ヶ月後、少なくとも30時間以上プレイ。ここ最近は寝る前にプレイ、気がつくと深夜3時もザラ。神ゲー、中毒ゲー、沼ゲー。プレイ後の印象、実生活でもですね、床や壁がですねブロック状になっていますと、もう掘りたくて掘りたくて仕方がなくなります。リアル洞窟探検をしたい、あと建築物に興味が俄然と湧いてきました。プレイ環境で、監督のプレイ環境としましては、スマートフォンでプレイをしておりまして、コントローラーはプレイステーション4を Bluetooth 接続で使っております。でその画面をですね HDMI 接続によってテレビ画面に映し出します。まあ、大画面でプレイできるというわけです。めちゃ快適です。なおですね、他にもですねプレイ環境様々ございまして、 Windows のパソコンと Mac はもちろんのこと、その他にも Fire TV、タブレット、PlayStation 4、Switch、Xbox One など、さすが世界一売れているゲームです。マイクラとは何か。ゲームの世界では主に立方体のブロックで構成され、プレイヤーはそのブロックを自由に設置、破壊できます。地上には道具の素材となる木、地下には松明の材料となる石炭などの鉱石が埋まっており、それらを使うことによってより良い生活を行うことができます。概要、プレイ目標はプレイヤーの意思に委ねられ、ボスモンスターエンドドラゴンを倒すとエンディングを迎えることができますが、それを倒すことを最終目標とする必要は全くありません。お宝いっぱいの館や沈没船の捜索、農業や畜産レーンを作り自給自足生活、こだわりのマイホームやアトラクションパークの建設、他にも釣り堀だったり、要するにセカンドライフが楽しめちゃいます。自由、とにかく遊び方は無限大。ハマると廃人になる可能性が高くなる世界で最も売れているゲーム、それがマインクラフトです。このゲームの世界ではですね、様々な地帯が存在しており、地下には洞窟や炭鉱が眠っております。さらにですね、昼と夜の概念が存在します。ちなみにこのマインクラフトなんですが、音楽はですねドイツの音楽家 C418 さんが担当しております。タイトル画面やゲームプレイ中、ランダムで BGM が流れます。まあでもですね、基本的にはですね環境音ですとかそういった雑音もですね楽しみながら黙々とやり込むゲームとなっております。ゲームを始めてやることは、初めてやることの第一の難関としましたですね、初夜を乗り切ること、ここが重要です。知識を全く入れずにマインクラフトを始めるとですね、まず初夜は生き残れません。もう確実にゲームオーバーになります。監督自身もですね、まあ、1回2回3回とかなりの数ゲームオーバーになりました。はい、というわけでですね、今回この動画に関してはですね、このマインクラフトをですねざっくりですね要約して、まあ、こんなゲームだよというものをですねご紹介させていただきました。近日なんですが、先ほど言いました初夜を生き残る方法ですね、こちらをですね動画にしたものをですね出しますので、ぜひ興味がある方はですねご期待ください。今回の動画は以上となります。ではまた次の動画で会いましょう。最後までご鑑賞いただきましてありがとうございます。この監督ラボでは
自主制作映画16年間で学んだ切り口だったりノウハウを徹底的に追い込んだ面白い動画、ちょっとためになる動画を出しております。チャンネル登録並びに他の動画もぜひご覧ください。監督ラボの監督でした。